や、なんだかお部屋の様子がいつもと違うような。それにチュチュ様のお姿も見えませんが。はーい、あれはいいところに来たわね。チュチュ様、なんだかとってもお疲れのようですが。あ、もしかしてまた集中しすぎて徹夜したんですか。なあ、マームからの海外コンサートのお土産が山のように届いたから、片付けるついでに荷物の整理をしようと思ったんだけど、一度始めたらいろんなところが気になって、おかげでこの有様よ。なるほど、道理でお部屋に見慣れないものがたくさんあると思いました。そういうことならパレオにお任せください。お部屋の片付けもメイドの務めですから。 Thanks、 助かるわ。チュチュ様、紅茶が入りましたよ。お疲れのチュチュ様のために蜂蜜をたっぷり入れておきました。 Thanks。 それにしてもあんなにあった荷物がこんなにすぐ片付くなんて、パレオが来る前は一生終わらないと思ってたのに。お片付けの時は大きいものから始めるのがコツなんです。小さいものは気になっても後回しにしないと疲れて中途半端になってしまいますから。なるほど、そういうものなのね。それとチュチュ様、次にお片付けをなさる際はちゃんとパレオをお呼びくださいね。ええ、そうするわ。こちらにまとめたお荷物はどうなさいますか。そうね、これは捨てて構わないわ。残りはクローゼットにでもしまっておいて。あ、クローゼットにですか。そうすると少し中が手狭になってしまいそうですが。 No problem、 他に片付ける場所も思い浮かばないし構わないわ。チュチュ様、パレオは今とても感激しています。パレオたちがいるからもうクローゼットは必要ない、そういうことですよね。別にそんなこと言ってないでしょ。妙な想像を広げないで。かしこまりました。でもクローゼットはこのままにしておいた方が良いと思います。おーい、差し出がましいことを言って申し訳ありません。ですが、チュチュ様は作曲期間中この場所でお目覚めからお休みまで過ごされていることが多いですし、やはりなるべく荷物置き場にしない方がよろしいかと。少しくらい荷物があったところで私は気にならないけど、もし作業環境が変わってしまって万が一チュチュ様の曲作りに影響が出てしまったら、ラスの、いえ、音楽業界の損失ですから。他にも理由があって。あ、ストップ、もういいわ。とにかくクローゼットにしまうのは反対ということね。どうしてそこまで反対するのかわからないけれど、それならこれは別の場所にでもしまってちょうだい。かしこまりました、チュチュ様。まったく、変なところで頑固なんだから。それよりこれをしまうあてはあるんでしょうね。もちろんです。キーボードメイドとしてチュチュ様のお家のことは隅々まで把握していますから。そう、それじゃあなたに任せるわ。それが終わったらアドバンストロックフェスのプロモーション最終確認を一緒にしてちょうだい。あ、それから当日の機材搬入の確認とチュチュ様のお食事の手配でしょうか。ええ、その通りよ。さすがね、パレオ。このくらい当然です。パレオはチュチュ様のキーボードメイドですから。次のライブのポスター貼ってもらえるって、交渉してみてよかったね。あれ、あ、マリナさん、こんなところで会うなんて奇遇ですね。そうだね。パレオちゃん、何かお買い物してたの？はい、本屋さんに寄ってきたところです。
アドバンスドロックフェスのことが載っている音楽雑誌を買ってくるように父様から頼まれていまして、ラスがオープニングアクトだったんだよね。本当にお疲れ様。ありがとうございます。オープニングアクトとはいえあのレベルのフェスですから、さすがのパレオもとっても緊張しました。でもその分反響もすごかったんじゃない？はい、動画サイトに上げた新しい MV の視聴回数も今まで以上に増えているんですよ。確かにこの前 MV を見させてもらった時、こんなにたくさんの人が見てるんだってびっくりした記憶があるよ。マリナさんたちも見てくださったんですね。ありがとうございます。チュチュ様もきっとお喜びになるかと。これだけ注目されてるとインタビューの依頼も来たりしてるんじゃない？さすがはマリナさん、鋭いですね。インタビューだけではなく SNS でのキャンペーン、今回の新曲が収録された CD の制作など、注目度が上がっているこのチャンスを逃さないように様々なこと父様は計画しているんです。おお、さすがはチュチュちゃん、本当にすごいね。そう、チュチュ様はとってもすごいんです。ただでさえすごいお方なのに、あのフェスを経てさらにパワーアップされた気がします。自分自身の才能をより自覚してますます輝くチュチュ様、その輝きは増すばかり。最近のチュチュ様はもはや直視するのが眩しいくらいです。あははは、すごい褒めようだね。でもそんな頼れるプロデューサーのチュチュちゃんがいたら、ラスももっと眩しくなっちゃうんじゃない？その通りです。パレオもチュチュ様のご活躍をこれまで以上にしっかりとお支えできるように、今以上の希望のメイドにならなくてはいけません。パレオちゃんがしっかり支えてくれるならきっとチュチュちゃんも安心できると思うな。忙しい時って自分でも気づかないうちに無理しちゃってたりするし。チュチュ様は特にそういうところがありますから、そこはしっかりとフォローさせていただきます。そのためにも何かメイドとして参考になる本を探していたのですが、なかなか見つからず。お二人は何かおすすめの本などご存じないですか？メイドか、そういうのはさすがに知らないかな。